ンポン。いや、先生との謎の集まりに可愛い後輩ができてよかったよかった。こんにちは。あれ、打ち疲れてるんかな。あ、か、り、ちゃー。うわーわー、びっくりするやないか。まだまだ修行が足りませんね。先生レベルに達観した精神を持っていれば、驚くという事象は発生し得ないんですよ。お前は何を言ってるんだ。まあまあ、込み入った話は部室で詳しく。ずれてる。びっくりしすぎて無意識に顔の位置がずれてるよ、ゆかりちゃん。ああ、失敬。現実的に考えて下に顔がずれる人なんていませんよね。お帰りなさい。もっと視線にずれる感じで、気持ちずれる的な。お帰りください。てかなんでついなちゃんはツルツルやねん。みんなに覚えてもらいたくて、インパクトを出そうと思って。それでなんでハゲるの？びっくりするかなと思って。この子もボケ側かな。じゃあ先生が立ち絵をおっさんにする。斜め下の対抗の仕方やめろ。女の子なんやから普通にオシャレすればええやん。ほら、そのカツラトリーナ。よかったー。マジでよかったー。ほら、後ろ向いてみ。あら、かわいい。ええー、な。似合っとるわ。かわいい、かわいい。先生もたまにはええこと言うな。うちもかわいいと思うで。かわいい、かわいい。ええー、な。似合っとるわ。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。すごい、一瞬で冷めた。